こんにちは、ご視聴ありがとうございます。メープルリーフソロハンド ML44GBB ブラスターを紹介します。プラウダさんの日本仕様版です。2023年8月にこのレビューを撮影します。プラウダさん、ありがとうございます。全長は約31センチ。重量は約 1.3 キロ、重量感あります。マガジンがね、239g ですよ。ちょっとした電動化のマガジンぐらいですよね。軽くてびっくりしました。いいですね。上はこうで、下はこう。収入口が後ろにあるんですね。有効見ますね。はい、インナーバール見えますね。これ取ると、14ミリ逆にかな。あえて長いのつけてみましょうか。下手したらサップの方が長いかも。面白いですね。見ての通りサイトないので何かつけましょうかね。XT6 をつけました。チャージングハンドル引いてみましょうか。引くと。ここまで引けますね。ボルトはここで止まります。チェンバーパッキン見えますね。ボルトリリースを押すとボルトが前進。押しは変わる。ちょっと重めですかね。ホップ調整はこちらみたいです。だからこれやるには外した方がいいのかな。外すとでも取れちゃうんだ。あ、おお、こうやってチェンバーごと簡単に外れるんですね。はい、なんかで棒でやらないといけないみたいですね。マガジンキャッチボタンを押すとマガジン自重で落下します。人差し指で押せるぐらい軽い力で押せますね。セレクターね、これハンマーコックしてなくてもね、セーフティーに入りますね。動き軽くてクリック感があります。で、アンビでこちら側も軽い力で動きますね。トリガーガードからトリガー。この辺はなんかスタンダードな感じがします。トリガープル。うわ、ちょっと重めですかね。はい。切れはいいかも。トリガープルいきますよ。本当に重いかな。あ、やっぱり1キロは超えてますよね。3103g でした。グリップ今時の結構立っていて、前後長めのやつ。まあ、角張りは取れてますよね。開けると小物入れになってます。握ると前後幅あり、方向性出しやすく握りやすいですね。長さも十分あります。で、後ろはこれストックね、つけたりすることもできそう。通常分解してみましょう。このピン抜けるかなあ、あ、指だけでできましたね。お、取れましたね。後ろなんか刻印が入ってますね。メープルリーフ。これどうやって抜くんだろう。普通にこれごと、あ、これごと取れるんですね。面白い。あ、こうなってるんだ。こっから先は、あ、もう取れるんですね。はい。こういうボルトの構造になってますね。そうか、後ろの留めが、もうこっからこう留めが入ってるんですね。後ろね、ないので。へえ。あ、これがリコイルスプリングになってるんだ。面白いですね。これまた戻してあげればいいんですかね。はい。はい。で、いいかな。はい、大丈夫そう。ガス入れますね。さあ、日本仕様ということで、吹き戻しはどうなんだろう。ないような気もしますけど。ああ、でもあるのか。わずかに見えたような。あんまり派手には吹き物じゃないですね。ガスを 21g 入りました。G&G0.2g のバイオ BB を使います。ちょっと固めだけど入るは入るような感じですかね。よいしょ。飲もうかな。エアガン競技の APS カップ的を 15m 先に置きました。サイトが合っていないので当たらないかな。はい、トンボさんが車線に入ってきて、なんでこっち飛んでくるんだ。いや、結構いいとこ飛んでますよね、横打つと。まあ、ちょっとホップ弱めと。お、思った以上サイクルも安定していていいですね。リコイルも俊敏なリコイル感じられていいと思います。すると1発あたり 0.19g でガスワンチャージ110発撃てる計算になります。ライフル系としてはなかなか燃費いいですね。発射音じゃなくて初速を計測します。 70.8、 68.8、 68.1、 68.2、 67.9、 67.6、 67.9、 66.8、 67、 66.7 でした。フルオートサイクルは 15.5 発毎秒でした。発射音いきますね。50センチ離して94、真横 114.2、 重厚は 115.1 デシベルでした。スティールチャレンジラムダバート打ちます。うん、なんかね、リコイルも軽快で、コントロールしやすくていいですね。銃、こうやってぶつぶにはね、そんな重さ感じないし、動き良さげです。エアガン鏡 APS カップのブルーザイ打ちます。やっぱりトリガーが若干重いので額べきっぽくなってるような感じもしますね。はい、もうこのマガジンハブジング持ったら思った以上に、ね、安定して打てましたね。チェンバーの弾はね、これ抜けないです。2発惜しかったですね。3つは10点圏、素晴らしい。なんかね、ホップのかかりがまだ安定してないような感じがしました。 40m 弾 0.2g で打ちます。これがね、どっちだ、これでゼロ、クリッカーはないですがちょっと抵抗がありますね。これマックスまで持っていきます。よっ、これかな。はい、マックス40。うわ、めっちゃ上がる。戻して123ぐらい上げました。全然足りない。456、うわめっちゃ上がる。2ぐらい戻せばいいのか。ちょっとだけ上げ。ああ、行き過ぎ。あ、でもこれぐらい上げないと今ガス冷えてるので届かないかもですね。まあこれでいきますか。っとガスが冷えてきちゃったみたいですね。次 0.25 のバイオ弾で撃ちます。さっき強めだったからいいかもしれないですね。まあこれぐらいにしておきましょう。ちょうどいいかも。ML44 ブラスターなんかフレームだけみたいな感じでね、不思議ですよね。まあ、しっかり動いて動作も良かったですね。まあ、以前にもねこういったの紹介しているので、よかったら他もご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。